延長義の刃持てラッの向くままに歩み来てかようなところまで流れてしまったか。これ以上無意にさすらうわけにもいくまい。関羽あざなは雲長義を重んじ武に長けた男である。だがその義心ゆえに横暴な豪族を斬り追われる身となる。自分の刃を捧げるべき人物を求め関羽は放浪を続けていた。我が刃を捧げる大器とは言わぬまでも共に磨き合える人物を見出したいものだ。脅かす古今党を打ち払う。我らの手で無駄に安寧を取り戻すぞ。今は古今の世、俺たちの天下だ。邪魔する奴に容赦はしないぜ。協力に感謝する。私は劉玄徳、そなたらのような異常夫と戦えて心強い。拙者は関雲長と申す者。これも何かの縁、以後お見知りおきくだされ。俺は縁妃と張妃ってんだ。腕っぷしには自信があるぜ。ま、よろしくな。お前ら黄金刀の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足周宗様と勝負だぜ。我が義を貫かん。なんてこった、こんなにすげえ人が世の中にいたなんて。顔洗って出直してきやす。だから次会った時は古文にしてください。なれ敵将討ち取ったり。関雲長、義を貫き進むのみ。みんな安心してく。そなたらはあの考察を見ていたようだが、ま、なるほど。なんと、God.
出資ご苦労。世を乱す黄金ども。世を乱し人心を惑わす者を放っておけん。黄金島の領主張角を討つのだ。天より授かりし奇跡。馬がご入り用で。またお待ちしてます。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。えい、いらっしゃい。毎度どうも。
イサオに追われ守備を忘れとる。仕方ない、わしらで守ろうか。金のやからめ許さんぞ。虫けらの分際で分取るよって。そこでお前は我が主張、私の罠に翻弄されるがよい。暴れおって、わしの計画が台無しではないか。いや、敵将を討ち取ったり。いや、運長、意を貫き進むのみ。よくやってくれた、運長。やってくれるぜ、さすがは兄者だ。近づけさせん。素晴らしいご活躍、お見事です。ここで負けてしまうとは、ちょっと役に立てる、申し訳ありません。敵将討ち取ったり。反運長、意を貫き進むのみ。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。お見事、見せつけてくれますな。敵の陣を突破できたか。援軍の働きに感謝せねばならんな。
相談したいことがございまして。お受けいただけるとは。街中に誰か助けてくれ。受けてみろ。うまれ、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。やっちまった。今日の再起は無事なのか。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取ったり。さすがですな。俺の活躍の場、残しといてくださいよ。なんという強さ。ここは引く。崩れになるなんて、これ以上は無理だ。撤退するぞ。 ありがてえ。俺たち見捨てられてなかったんだな。下半運長、意を貫き進むのみ。足場を崩し、戦意を損。武器を捨て、降伏するのだ。貴様らは民を惑わせ、世を乱しただけよ。降伏など
誰がするものか。天の奇跡を信じ戦い抜くまで。これが天の、そして人工将軍の力。さあ本物がどれか見極めてみよう。私は偽物だ。残念だったな。貴様ごときに本物が見抜けるはずがないわ。敵将を討ち取ったり。おい、なんとも勇ましき戦ぶり。まさか見破られてしまうとは。兄上、どうか我らの志を。この戦線を突破できたか。やれよ。この勢いのまま進軍するぞ。反雲長、身を貫き進むのみ。出過ぎているようだな。力を貸そう。よし、ここで防御体制を取るのだ。この屈辱は昇格様が晴らしてくださる。覚悟しておくんだな。意を貫き進むのみ。おお、頑張ってんだ。その調子で行けよ。我の生み出した兵が消えた。
さては再起を壊されたか。くれた運長、突破されれば花苗殿の命が危なかった。よくぞ来てくれた。この地、関雲長が制圧した。
らいやがったか。手だから関運など口ほどにもない。このまま押し潰してやる。よし、ここで防御体勢を取るのだ。調子で行けよ。おう、お前の戦並大抵ではないな。九死に一生を得るとはこのこと。本当にいいところに助けが来たものだ。すでに死す。宝典まさに立つべし。ゴングども、天の奇跡を見よ。えい、変な力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。よっ、天に熱烈たる風の力を我に与えよ。狙いを定まった。敵の足場を崩し戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。風が静まっただ。今は北の守りが薄くなろう。よっ、おお、天よ、我に力を授けたまえ。運長こそ真の三国武将だな。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。今こそ敵の要所を叩く。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。敵将討ち取ったり。よくやってくれた雲長。この前の目、どうしよう、苦しむな。天はお許しにならぬぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。黄金刀を率いる張角は倒した。暗室に逆らおうなどとするからだ。なんだ、ここは官軍の陣だ。劉玄徳と言ったが、貴様恐れを。高僧さん殿、ご健勝そうで何よりです。いや、私は関羽殿にお伝えしたい義があり、ここへ参上いたした。飛行の主劉備は無事だ。
戦場から出したとの報が入った。それは頂上ならば、ここで果てても悔いはない。主が無事ということは、すなわち主の志も未だ健在。主の志をなすのを諦め、ここで果てるのは義にも取ることではないか。殿が貴公を迎え入れたいと申しておられる。その命、我が殿のもとで長らえさせてはどうか。我が主は劉玄徳ただ一人。真に曹操殿の配下になることはござらん。兄者の消息が分かり次第、拙者はそこへ馳せ参じる。それでもよければ降伏いたす。しかと受けたまわった。その話、殿にお伝えしよう。関羽、そろそろわしの配下になる決心はついたか。拙者の主は劉玄徳ただ一人。それは曹操殿もご存知のはず。いくら厚遇しても、お主の答えは変わらぬな。望みは何だ。劉玄徳の居場所。そうか、劉備の居場所が分かればすぐに出立する。そういう話だったな。ただ曹操殿に命を救ってもらった恩があり申す。その恩を乳母きにてお返ししてから旅立つ所存。ほう、殊勝な心がけだな。ではお主には本人の守りを任せる。それがわしの望む乳母きよ。拙者を戦場に出さぬつもりか。曹操殿は勝利のためなら手段を選ばぬはず。拙者など駒として使うには最適であろう。あるいは何か戦場に出せぬ理由があるのか。ようやく見つけましたぜ、親分。まさか巨匠にいるだなんて。そなたは？お忘れですかい。ほら、親分たちに小天板に乗された元後金の周曹ですよ。後金？おお、老曹村の折の。して拙者に何用だ。雪辱戦ならばいつでも受けようぞ。いや違います。俺は親分に頼みがあってずっと探してたんです。あの時の親分の強さ、意見、所作、全てに痺れましたぜ。お願いします、俺を子分にしてください。ふん、それは良いのだが、見ての通り今の拙者は居候の身。なんとか兄者の消息を知り、そのもとへ帰らねばならぬ。兄者？ああ、劉備殿のことですかい。
それなら炎章のところにいるのを見かけましたぜ。なんと、それはまことか。兄者、やはり生きておられたか。こうしてはいられぬ。今すぐここを去り、兄者のもとへと戻らねば。いいんですよい。早々に挨拶しなくても。もとより、兄者の消息が分かり次第、曹操殿のもとを離れることは約定してある。だが、お主の言う通り、何もせずに立ち去るというのは不義というもの。帰参する道すがら、炎章軍の将を拙者が切る。それをご恩返しといたそう。周曹、お主は先に兄者のもとへ行き、拙者が帰参する旨報告せよ。親分からの初めての命ですね。合点でぞ。兄者、関雲長、ただいま兄者のもとへ戻ります。なり申した。いざ、兄者の待つ巨匠へと向かわん。あのヒゲ、やつは曹操軍の客将関羽か。これは大物の首を上げる好機と見える。関羽で姿をくらました劉備の一味もおるな。これは手柄がよりどり緑というものよ。炎章軍に見つかりやしたぜ。ささっと倒して劉備殿と合流しましょう。功を焦って命を落とすは愚策。ここは引いておこう。おお、兄者、関雲長、ただいま戻り申した。雲長、よく戻ってきてくれた。お互い無事で再会できたこと、嬉しく思う。これで炎章軍の者は打ち払えるか。先はまだ長い。急ぐとしよう。貫き進むのみ。親分、最高っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。
地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。飛行らの動き、感化はできぬ。自分が盾となり、抜かせはせん。波の構えでは止められぬか。ならば、兵器の投入も辞すまい。我が魂の盾に受けてみよう。ここを死守する。皆一丸となって我が敵の要塞と化すのだ。腹減ったから今日はここまでだ。敵将討ち取ったり。
け元に。決して何者にも抜かせはせぬぞ。貴様らを生かせれば猛徳の災いとなる。おとなしくここで散ってもらおう。伝令、敵増援が到来。水水艦の便器機関の部隊のようです。よっ、伝令、敵増援が到来。王色機関の部隊のようです。伝令、敵増援が到来。新規機関の部隊のようです。劉備ってのを倒せばでけえ金になる。お前ら気合い入れて暴れるぞ。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将撃ち取ったり。せいよ。必死だな。だがこの俺を振り切れると思うな。守りは我らが受ける。決して何者にも抜かせはせぬぞ。俺としたことが油断があったら燃えてゆけ。貴様らはいずれ俺が消える。これでもう曹操の陣撃はあるまい。皆よくやってくれた。天下に名をとどろかせるだけのことはある。敵将撃ち取ったり。運長、よくぞ。兄者、ご心配をかけ申した。まったくだぜ、いきなりおとりになるだな。よくとく、兄者の身をよく。改めて問おう、お主は本当に拙者のもとに来るのだな。はい、ダメと言われてもついていきます。俺の親分は関羽殿ただ一人。天下の果てまでお供しますぜ。過去は問わぬ。今よりは共に兄者の志のため戦おうぞ。まさか本当に関羽殿の従者だったとは。果実は疑ってすまなかった。これよりは仲間だ。よろしく頼む。どうした、何をそう固くなっておるのだ。あ、いや、どうもこの前槍を突きつけられた時の記憶が抜けませんで。槍、私が賊の一味と勘違いし周曹を撃とうとしたのです。戦いを始める前にとてつもない速さで逃げられ。それは仕方があるまい。知らぬ者が周曹を見れば。ああ親分、それは俺はもう改心したんです。親分のもとで立派。
待しておるぞ。すまぬな、寛平、周曹。拙者をしたい、参じてくれたお主らにも不自由をさせてしまう。我らは居候の身なれば十分な待遇などできぬ。今しばらくは辛抱してもらいたい。へへ、水臭いですぜ。親分に出会えてお供になれた、それで十分満足でさ。拙者も同じです。偉大なる父上のそばで戦えるのならどんな境遇にも耐えられます。そなたらには詫びよりも礼を言うべきだったな。我らで兄者の志を支え乱世を終わらせようぞ。兄者、曹操軍はすでに到着したも、しかも見慣れない陣立てでござる。皆、助手の指示に従え。力を合わせ、曹人を撃退する。八門金差の攻略は一筋縄ではいきません。俺の指示をよく、ええ。親分たちの夢が今叶ったんですね。周曹、まだ泣くのは早い。兄者の夢はこれから始まるのだ。行くぞ、寛平、周曹。急ぎ慶州へと戻るのだ。え、もう戻るのですか。もうちょいいてもいいんじゃないですか。いせっかくのめでたい席ですし、みんなともっと盛り上がっても。我らの認知は慶州、いつまでも開けるわけにはいかぬ。益州を得たとはいえ、彼の地を失っては天下三分はならぬのだ。そうですね。葬儀と孫悟がいつまでも争っているとは思えません。急ぎ戻りましょう。そうと決まれば俺にお任せです。曹操たちが驚くほどの速さで戻ってみせます。兄者、今は黙って去ることをお許しくだされ。必ずやまた戻ってまいります。祝杯はその時まで取っておきましょう。劉備殿、先ほど宝刀が。親分、
今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。よっ、ふっ、せよ、こたび改めて兄者から慶州の全権を任された。その際諸葛亮殿から北は魏と対し東は呉と和すとの助言を頂戴した。孫吾との関係を修復するためならば多少の譲歩もやむなしとのことだ。つまり慶州の一部を渡すということですか。せっかく勝ち取った領土を手放すんですかい。そいつはどうかと思いますがね。無論やすやすと領土を渡すつもりはない。ただ呉と決裂し敵を増やしても利はない。呉に侮られず敵対もせず、難しい任務だがやり遂げなくては。せよ。俺がここに来た理由は分かっているな。慶州を返してもらう。益州を得た今劉備が慶州を治める道理はない。未だ慶州には騒乱の爪痕が残り、お返しするには悲惨な有様。我らが整備した後に全てお返しいたす。そんな理屈が通じると思うか。関羽よ、これは最後通牒だ。これ以上返還を拒むのであれば我らは武をもって慶州を取り戻す。我らが争えば曹操一人が笑うことになる。その愚を犯して慶州を取ろうと申されるか。仕方あるまい。慶州は赤壁の勝利の報酬として呉が治めるべき領土。それをいつまでも返さぬというのであれば敵対するしかない。拙者の一存では慶州の領地を全てお返しすることはできぬ。まずは赤壁の際に占領した慶州四軍のうち慶応と長佐の二軍をお返しいたそう。霊領と武領はどうするつもりだ。今我らは漢中を攻める手はずを整えている。ついては孫吾に我らと連動して合肥を攻めてもらいたい。
守備よく艦中と合皮を奪えた暁には残りの2軍を返還するよう拙者が責任を持って兄者に掛け合おう。霊領と武領を工事にして合皮を攻めろと。不本意だが今はその提案を飲むのが最善か。関羽、今の言葉信用してもよいのだな。二言はござらぬ。語の中にはこの内容に納得しない急進派もいる。彼らの勢いが増せば俺でも抑えられるかわからぬ。そのこと肝に銘じておいてくれ。おお、義を貫き進むのみ。なんという戦ぶり。父上の部手本といたします。
ございます。
匹で暴れてる賊がいるんだ。義を貫き進むのみ。親分最高っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。さて、よし、はい、お気をつけて。よし、
曹自らが大軍を率いてこの漢中に進軍しているという。拙者は今こそ赤壁の汚名を返上せねば。しかし慶州は本当に大丈夫ですかい？魏の主戦力は漢中に集結しつつある。加えて合肥の戦が終わってから日も。まあそうでなきゃお偉いさん方も。じゃあここは一つ突っ走って魏の連中に一泡吹かせてや。うん、いざ関雲長の魏の刃にて。魏軍、魏軍の攻勢は凄まじいな。このままじゃ関中を奪い返されちまう。帝軍山の本体が押されている。危険ね。早く助け出さなくては。無人であらずとも強者とお見受けした。ならば助孔明、全力にてお相手つかまつる。いいでしょう。この月へ武芸でも遅れは取りません。のため負けられぬ。長州参る。なに、俺たちには後方からの増援がある。力がある限り押し負けはしない。攻防は戦局を左右しうる。技一つで守るぞ。今これでは。これが限界か。この苦杯忘れないぞ。反雲長、意を貫き進むのみ。親分最高っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。馬長様が。
親分、ここは俺がひとっ走りして。そうそう。女周曹、今はこれでよい。そうそう。でも親分、こいつは絶好の機会ですよ。ここで逃がしたら次はいつ曹操を撃つ。周曹、我らの本来の任務、慶州の防衛。曹操が巨匠へ戻った以上、拙者たちも急ぎ戻らず行くぞ。カム。親分、漢中にて曹操を討つことはかなわなかった。だが義に対抗する、いや義を任すだけの力を我らは得た。今こそ兄者の志を果たすため巨匠へ進行すべきであろう。慶州に来て随分立ちやしたか。ようやく攻め込めるんですね。親分、俺はどこまでもついていきやすよ。父上、こたびも呉と連携して攻めるということですか。いや、我ら単独で攻める。呉と共闘すればまた領土の取り分で揉めることは目に見えている。ですが俺たちだけだと兵が足りません。あ、いや、兵は益州から借りるとしてもそれを率いる将がいませんぜ。我が子らも十分に成長した。こたびは初陣として彼らに兵を率いさせようと思う。寛平、そなたは兄として弟や妹たちの手本となる活躍をせよ。はい、兄弟で力を合わせ必ずや曹操を撃ってみせます。漢一族総動員となると慶州が空っぽになりやすが。そうか、呉の動きが気になりますね。呂宿殿が亡くなられてその後任についたのは呂蒙殿だそうです。彼は呂宿殿がおっしゃっていた。確か我らは漢中を落としたが、呉は合皮を落とせなかった。それを承知でこちらを攻めれば世へ不義理を示すようなもの。その愚は犯すまい。なるほど、いらぬ心配でした。俺もひとっ走りして義の陣容を探ってきますぜ。次の戦は劉玄徳の天下への大おのおの抜かりなく準備せよ。漢中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る漢羽は劉備勝利の報を受け義を討つべく進軍を開始。狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。漢羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。全ては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。
先ほど兄者より命が下った。これより我らは義の繁盛を攻める。おのおの準備に抜かりはないな。はい、いよいよ義と一戦交えるのですね。親分、俺たちの力、義の連中に見せつけてやりましょう。そういえば、益州からの援軍は来るのでしょうか。攻城戦となると、こちらもそれなりに兵力を…こたびは我らのみで攻め込むことになる。漢中制圧より日が浅く、益州の職軍はまだ体勢を立て直して…だが案ずることはない。諸葛亮殿が繁盛攻めの秘策を授けてくださった。この策と我らの武があれば負けはせぬ。親分のお子様たちも初陣だって張り切ってますぜ。俺も負けていられませんや。拙者も遅れは取れません。全力で戦います。うん、慶州の職軍もまた盛況であること、天下に示さん。諸葛亮殿より繁盛を攻める策を授かった。城の近くを流れる川を使うべしとのことだ。ここんとこの雨続きで城の東側の川の水位が上がってるみたいですぜ。そこに目をつけるとは、さすがは諸葛亮殿でさ。川の上流には堤があります。周辺を制圧し罪を壊してしまえば城は水没するでしょう。ではみんなで堤へ攻め込めばいいんですね。私頑張ります。ですが川の水位が上がっていることは敵も気づいているはず。我らが堤を狙うことを警戒しているでしょう。闇雲に攻めても被害が大きくなるだけではありませんか。では二手に分かれてはどうでしょう。片方は堤へ向かい、片方は城を攻める。城攻めの部隊に陽動させればきっとつと。うん、ここは観光の策に従おう。お主たちの戦、父に存分に見せてみよう。親分のお子様たちも。拙者は良き父とは言えぬかもしれぬ。だが皆よ、親としてこれほどの喜びはない。いざ繁盛を攻め落とさん。我らの武勇で諸葛亮殿の秘策をなすのだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。伝令、
魏の援軍が半城に向けて進軍中。この旅城がいる限り城陽は抜かせん。半城を攻めるには城陽の確保が不可欠。何としても落としてみせる。
くださいよ。 このままじゃ諸君の奴らに押されちまう。天軍はどうした？してやるんだ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。近づかせん。お前たちは俺が止めてみせる。すごく苦しそうな人。でも精一杯頑張ります。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。この務め果たせなかったか。殿、申し訳ありません。よかった、これで繁盛に向けて進めるね。敵将討ち取ったり。反雲長、意を貫き進むのみ。父上の戦ぶり、まさに軍神です。私も父上みたいに強くなれたら、今日からさらなる筋力強化に努めます。
した。この範囲職には渡さぬ。我が身を盾とし守り抜いてみせよう。我が義を貫かん。されど繁盛は断じて明け渡さぬ。また繁盛は落ちぬか。さすがは宗神、固い守りを。敵将討ち取ったり。私も父上みたいに強くなれたら、今日からさらなる筋力強化に努めます。将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも報徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。報徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。不分足、高校を申し入れる。何を願わくは、我が機下すべての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に近い約束しよう。将軍、なぜです。おじけづかれたのですか。軍において上官の命令は絶対だ。方便は認めぬ。あなたという方は。各隊をまとめ整列せよ。くだるにせよ。軍旗は乱すな。繁盛は関雲長の軍が制した。皆よく戦ってくれた。その奮闘ぶり嬉しく思うぞ。少しでも父上のお役に立てて嬉しいです。それにしてもものすごい勢いで城に水が流れ込みましたね。あれほど多くの水が流れ込めば、いかに堅固な城とてひとたまりもないでしょう。義兵も戦意を喪失したはずです。だが敵はそれでも城を明け渡さなかった。なんと強靭な精神力だろうか。この城は義にとってそれほど重要だったということでしょうね。俺の思い過ごしでしたらいいんですが。周曹、
いかがした？懸念あらば遠慮せずに申せ。はい。戦いの最中、敵は何かを待っているような気がしませんでしたかい？援軍か、それとも何か別のものか。魏の援軍か。なるほど。関策の言う通り、繁盛は魏にとって重要な拠点。おそらく躍起になって取り戻そうとするだろう。だが我らは城攻めに多くの兵力と物資を投入してしまった。魏の援軍を迎え撃つには一度体勢を立て直さねばならぬな。軍神の部位は繁盛を飲み込んだ。魏の本拠巨匠はもう手の届くところにあった。だが関羽は一抹の不安を覚える。雨金の投降を入れたことで何かが崩れたことを感じたのである。そして彼の予感は的中する。軍神関羽の周囲に暗雲が立ち込めようとしていた。どうにも足りんな。兵糧ですかい？そういうことなら元山賊の俺に任せてくだせ。呉の奴らからちょちょいと強奪してきますぜ。我らの利をおもんぱかるなら投降者の受け入れはすべきではなかったか。だがそれは我が武人としての義にも兄者の仁にも背くこと。拙者が進まずして誰が兄者の王道を切り開けよう。要を兄者の仁で満たすため当園での誓い必ず果たさねば。官軍など我が青龍が吹き飛ばさん。兄ちゃん。